今日は鶏ささみとキュウリの中華和えを作りました。料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏ささみときゅうりの中華和えを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ご飯のおかず、そしてお酒のおつまみにもぴったりな簡単なおかずレシピをご紹介していきます。今回ね、鶏ささみを使うんですけれども、ささみ肉をふっくら柔らかに仕上げるコツなどご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、ささみ、お砂糖、お酢、ごま油、お醤油、鶏ガラスープの素、おろし生姜、白ごま、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。調味料は少し多く感じるかもしれないんですが、どれも手軽なお家にあるような調味料で作っていただけます。あとアレンジとしては、今回おろし生姜だけ使ってるんですけれども、ニンニクが好きな方はここにニンニクをプラスしていただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まず一番初めに調味料を混ぜておきます。ボウルにお砂糖、お酢、お醤油、鶏ガラスープの素、まずこの調味料を混ぜ合わせます。で、軽く混ぜたらこちらを一度電子レンジ600ワットで20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたらこれをよく混ぜて、鶏ガラスープの素とあとはお砂糖をしっかり溶かしてください。はい、そしてシャリという感じがなくなれば OK です。そしてここにごま油、あとはおろし生姜を入れます。これを混ぜます。調味料の準備はこれで OK です。今ね、ちょっとまだ熱い状態なので、こちら一番最初に作って冷ましておきましょう。では続いてささみを茹でていきます。まずはじめに筋取りをします。鶏のささみはですね、このように1本ね、筋がついてます。こちらをね、簡単に取り除く方法をご紹介していきます。まずですね、こちらフォークとキッチンペーパーをね、少しちぎったもの、この2つを用意してください。では取っていきます。この方法ね、すごく簡単なので、いろいろね、活用していただけたらと思います。まずですね、このフォークの隙間にピョンと出てるね、この筋を入れ込んでください。こんな感じです。そしたらフォークを持ってない反対側の手にキッチンペーパーを持って、キッチンペーパーでこの飛び出た筋をつかみます。こんな感じです。で、あとはフォークとキッチンペーパーで掴んでる手を逆方向に引っ張り合います。ではいきます。とそうすると、このように簡単に筋取りをすることができます。こちらはこんな感じです。綺麗に筋取りができました。いろんなね、やり方があるんですけれども、これはね、とても簡単なので、ぜひやってみてください。では残りもね、同じように筋取りしていきます。はい、鶏ささみの筋取りはこれで OK です。それではささみ肉を茹でていきます。まずですね、お鍋に水を張って、これを沸騰させましょう。で、量的にはささみがね、2本しっかり浸かるぐらいまでね、お水を張ってください。では沸騰させます。はい、水が沸騰しました。そしたらですね、ここに塩をね、小さじ3分の1ほど入れます。で、ちょっとね、火を弱めていただいて、で、ここに筋取りしたささみを入れます。で、またね、クツクツクツとね、しっかり沸騰するまで一度待ちます。沸騰したら火を止めます。そして蓋をします。火を止めたまま8分から10分ほど置いて火を通します。そうすることで、とても柔らかい仕上がりになります。ではね、火から下ろして、このまま置いておきます。それではささみを待っている間にきゅうりをね、切っていきます。まずね、両先端を切りましょう。そして見ていただくとわかるかな、こんな感じでね、こちら太くて反対側が細くなってます。で、このね、太い方にはえぐみだったりとか、ちょっとね、渋みがあるので、先端の皮を少し剥きましょう。はい、このぐらいで OK です。このぐらい剥いていただくと、こちら側もね、美味しく召し上がっていただけます。そしたらですね、麺棒などを使って軽く叩きます。この時に叩きすぎると、きゅうりからたくさん水分が出てしまいますので、叩きすぎには注意してください。ではいきます。で、軽く叩いて、このようにひびが入ったら、反対側も軽く叩きます。はい、こんな感じです。で、あとはですね、まあちょっと今取れちゃったんですけど、これをね、手で裂いていきます。
こんな感じでね。でそうするとこのね切り口がボコボコになって味が染みやすくなります。であとはもう食べやすい大きさにポキポキときゅうりをね裂いていきましょう。でもしね手で裂きにくい時はちょっとね包丁で切れ込みを入れて、でそこから手でパキッと裂いてみてください。はい、こんな感じです。それではねもう一本同じようにきゅうりを叩いて裂いていきます。はい、2本叩き終わりました。きゅうりの準備はこれで OK です。はい、今8分時間が経ちました。そしたら開けます。こんな感じです。これでねささみはしっかりと茹で上がってます。ではこちらを取り出します。でそしたらね取り出したささみの水分をしっかり拭き取ります。少しねまだ熱いので火傷しないように注意してください。はい、 OK です。そしたらこちらも同じように手で裂いて食べやすい大きさにしていきます。とても柔らかくふっくら仕上がってます。でこれね裂く時もちょっと熱いので少し粗熱を取ってからね裂いていただいても OK です。はい、ささみの準備はこれで OK です。このぐらい食べやすい大きさに裂いてください。それでは調味料にささみとあとはきゅうりを合わせていきます。まずねささみ肉ですね、あときゅうりを入れます。そして白ごまです。でこれを和えましょう。はい、これで OK です。このようにねしっかり全体にタレを絡めてください。で最後ねちょっと味見をして、ちょっと味が足りない時は塩で味を調整してください。であとですねちょっと辛くしたい場合はここに鷹の爪とかあとは豆板醤などを加えていただいてもいいかなと思います。美味しそうに仕上がってます。はい、これで鶏ささみときゅうりの中華和えの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ちょっと彩りで輪切り唐辛子を添えました。こちらはお好みで OK です。こんな感じできゅうりにもしっかり味が染み込んで、ささみ肉もふっくら柔らかく仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。きゅうりもシャキシャキでしっかり味が染み込んでます。そしてこの鶏のささみ肉がすっごく柔らかいです。もうこれはいくらでもいけちゃいますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏ささみときゅうりの中華和えのポイントです。鶏ささみなんですけども、こちらはですね筋が入ってるのでそれは取り除くようにしてください。取り除き方はですね、今回私がやったみたいにフォークとキッチンペーパーを使っていただくととても簡単に取ることができます。ぜひこの方法でやってみてください。そして鶏ささみを茹でる時のポイントなんですけれども、まずですねお湯を沸騰させて、沸騰したお湯に鶏ささみを入れて、その後火を止めて8分置いてください。この鶏のささみ肉は余熱で仕上げることでパサつくことなく、とてもしっとりで柔らかな仕上がりになります。かつガス代も節約できるのでいいかなと思います。そして出来上がったささみ肉は手で食べやすい大きさに裂いてください。そうすると包丁で切るよりも手で裂いていただいた方が味が染みやすくなります。そしてきゅうりのポイントです。きゅうりはですね、まず綿棒などを使って軽く叩いてください。ここで叩きすぎてしまうときゅうりから水が出やすくなってしまいますので、叩きすぎには注意してください。叩き終わったらですね、きゅうりも手で裂いていただくと味が染みやすくなります。あとは調味料を和えるだけなので、とても簡単に作ることができます。今回の分量でいくと、お一人様でどのくらい召し上がるかにもよると思うんですけれども、だいたい2人前になります。でこちらのレシピはですね、時間が経つときゅうりから水分が結構出てきてしまいますので、出来上がったらなるべく早めに召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏ささみときゅうりの中華和えを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。